はい、皆さんこんにちは、赤山翔です。こんにちは。今日はですね、私のカメラバッグの中身をですね、ちょっとご紹介したいと思います。で、今日はですね、特にどんな場合のカメラバッグの中身かというと、学校写真のね、受け負いの仕事を私がやることがあってですね、写真館さんの受け負いですね、学校の行事などに参加してですね、その行事の模様を撮ってですね、販売するためとか、あと学校アルバム、卒業アルバムですね、それに採用するためのですね、素材撮影をしに行くためのですね、まあ準備をしていくんですけど、その時のカメラバッグの中身をですね、紹介させていただきたいと思います。はい、これどこの、あ、書いてあった、ね、これはね、ちょっと古い方なんですけど、アルティザン&アーティストさんのですね、カメラバッグで、ちょっとこれね、今蓋が閉まってるんで、横にするとね、ちょっと全体像映るかな、これ全部出してくるのがいいんじゃない、ちょっと待って、これね、トートバッグになっていて、上の蓋がね、あるだけなんですよ。シンプルな感じなのね、そうで、それ、はい、じゃあちょっと開けましょうか。じゃ早速開封、はい、じゃあ一つ一つ説明をお願いします。はい、はい、ちょっとどうしよう、これバッグの中身をどんどん出していく、ちょっとずらしてここに出そうか、じゃあちょっと待ってね、じゃあまずメインのカメラはこれです。はい、でポーチもニコン、そうですね、ポーチもニコン、望遠レンズのね、型がですね、ね、いいですか、これね、400のニッパしかなんかですね、これは売ってるの、これは何かね、あ、プロフェッショナル、これはね、プロショップ、カメラのプロショップでね、いただいたような記憶があります。プロショップって何ですか。ナショナルフォートさんかな、かどうか銀一さんか、そういうふうなところでいただいたような、覚えがある。ここチャック入ってる、チャックがあって小物が入るのね。そう、まあ、ただ僕の場合チャックの中は使ってませんけどね、でこれがキルティングになっていて、まあ現場にね着いたらこれ全部出してしまうんですけど、一応運ぶ時には衝撃がね、あったらいけないので、カメラの保護のためにこういう風なものに包んでます。はい、ね、キルティングのね、はい、でこれがですね、まあ、普段ですね仕事に使ってる、もう私がですね、本当に皆さん、業務に使っていただきたい積層型 CMOS センサーをですね、ちょっと今これ画面見ながらやって、ね、積層型 CMOS センサー採用のですね Z9 ということで、これをメインに使っています。はい、はい、でそれ でこれ、これ普通のキャップじゃなくて、このグレーのキャップにしてる理由はあるんですか。あ、これはですね、今回のセットには持ってきてないんですけど、1.4 倍のテレコンバーターとか、2倍のテレコンバーター用のキャップなんです。でそれちょっとこれ、ね、上から見て分厚いでしょ、ね、で本当は普通はボディキャップもっと薄型なんですけどね。そうね、2倍ぐらいある、ね、でちょっとまあこれね、武骨だからかっこ悪いなって意見もあると思うんですけど、なぜ私がこれを使ってるかというのは、1.4 倍のコンバーターとか2倍のコンバーターをカメラバッグに忍ばせるときにですね、テレコンバーターにもつくから、とっさにですねテレコンバーターの前キャップを外して他のものと混在した時にね、テレコンバーターを外した時にね、これがね見当たらないことがあるんですよ。あ、じゃあこれテレコンの数より多く持ってるの。そう、多く買ったの。じゃあこれ、そう単品で、そうテレコンの、ね、数より多めにこれ持っていて、でボディの台数分もあるんですよ。信じられない。だからそういうね、ちょっと意味は、まあ私にとっては意味があって、でこれ武骨だけど、なぜかっていうとテレコンバーターとね共用ができるという、なるほどね、ことで使って、はい、でそれで今回ですね、ちょっとここに見えるところに見え、だっていっぱい、そうそれでね、はい、今回、まあ、昨日の学校行事の撮影のね、メインの組み合わせで今日今お見せするんですけど、今回は学校の小学校の遠足だったんですよ。でそれでですね、メインのレンズは今回24-200便利ね、でこれね、フルサイズだったら当然 24mm でワイドじゃないですか、ね、だからまあ超広角の、まあ、14mm とかそういうふうなものが必要な場合もあるんですけど、昨日は遠足でですね、子供さんが遊んでる風景とか、あと集合写真
を取ったりするので、うん、まあ、これ1本で賄えるかなと。そうね。でそれでいけると思う。そう、それでもう一回言うと、その 24mm の大体まあワイドで 24mm あれば、教室全体撮るときはね、24時々ちょっとギリギリなんだけどもね。そうそう、うん、でだからね、ちょっと昨日持っていったセットではないもので、うん、あの今そのせっかくその話になったんでね、外だったら全然24でいいと思う、うん、それでまあ特に超広角が必要な場合、昨日は持っていってませんよ、うん、ね、その場合にはこの14から30、うんうん、ね、これがすごく写りがいい、あの超広角レンズで、あの建築撮影とかね、これ私も使ったけどすごい良かった、うん、軽いからね、うん、ちょっとこれね、カメラバッグの中身じゃないけどちょっと紹介しよう。あのこれですね、あの私もこれすごい言いたいことたくさんあるんだけど、うん、脱線しすぎちゃった、また今度にする。1430についてはまた1430の巻きを作ってね、うん、そうしましょう。でこれですね、あのこういう風にね、これですね、あの本当 500g ぐらいの重さなのでね、これ、まあ、今回まあ持っていってないよ、持ってないけど、その24から200に足して持っていく場合ね、もしかしたらね、すごく狭いところを広く写さないといけないかなって時にですね、うん、これをね、カメラバッグに1本入れとくんです。そうね、引きが取れないのに集合写真撮んなきゃいけないとかはね、あるからね。そう、そうしたらね、これは振動式で使う時にこう伸びるんですね、うん、でしまう時にはこれでコンパクトに。うんうん、でだからそれでね、 500g ぐらいの重量なので、まあちょっと 500g って言ったら重いか軽いかは皆さんそれぞれね、ちょっと待たせて、はい、でもこれコンパクトじゃない、こんな、そうそうそう、これだったらもし持ってって使わなくても、あの悔しくないかさばり具合ね、これね。そうそう、だから僕はね、端っこに置けるカメラバッグに入れておいてもあんまりね、場所取らないからいいと思います。そうだから僕はね、地方で新聞社の仕事、まあ、報道の取材もやってたんで、報道の取材の場合には、ね、これなんで濡れてんの。あ、ちょっと今これもう 手汗かいたでそれでね、これは報道の現場ってのは現場に行くまで何があるか分からない、うん、すごい狭いところかもしれない。ちょっと脱線してるけど大丈夫。あ、いや大丈夫大丈夫。でそれで、そういうふうな場合にね、この1430っていうのはすごくね、機動性があって便利だから、うん、学校写真と大体報道写真って似てるからね、うん、これは もっと着たいわね。このレンズはね、そう Z でも仕事される場合にはね、必ずこれはね1本あった方がいいです、うん、はい、そう、今度建築の仕事入ったんだけどこれ持っていくわ。はい、これね、うん、それであとね、ちょっとこれもまた脱線するけどね、1424もうちにまああるはあるんですよ。うん、で1424の日八は 2.8 の明るさってことですごくメリットもあるんだけど、うん、ただそれはね、暗いところでっていうふうなところのメリットを考えると、もう普段はこの4、ね、1430の4でもう全然十分というのも、結構ねこれ絞って使うことが多いから、うん、全然4でいい、大丈夫なんだよね、うん、そうそう、うん、だからねこれはね、本当機動力軽いしね、日八だって重いんでしょ、ね、でも重たいけど 650g だよ。あ、そんなに、うん、1424って感じではない、ね、そうだからニコンさんはね、1424もね軽量化してね、うん、さらにこれが軽いので、分かった、次行こう。はいはいはい、はい、でまあ一応1430のせ、うん、ね、で待って、で24、ちょっと待って、メインのレンズはそうどこ、はい、これ、これね、24、じゃあこれ、そうこれいい、ここで、でもちょっとこれをね、もっと説明したい、もっと説明するでこれはね、昨日のちょっと学校写真や報道写真におすすめっていうふうな時にちょっと、うん、話をしたんですけど、うん、この24200はね、これは分かった、クロップで使うとさらに広域で使えるから、これ1本で超便利ってことよね。そうだって、それで、そう、それでね、僕はね、カメラ1台でいけるもんね、うん、そう、それでね、なんでそれをね、だって昔はさ2台で持っていかなきゃいけなかったじゃない、大体、うん、一眼レフの時は。そう、2470と7200、そうそうそう、そしたらそれがこれ1本になっちゃうからね。そうで、それであとね、ニコンファンの人はね、ちょっともう一つね、これはご存知だと思いますけど、 F マウントで28から300ミリっていうね、高倍率ズームがあったんですよね。それは学校写真とか報道写真、あった、そう、報道写真に結構、あれさ、下向け撮るとさグーって伸びてきちゃうよね。あ、そうそう、これがグーっとこう伸びちゃう、ね、こう下向いてさ、こうやって運ぶとレンズがニクニクになって伸びてきてたね、あのレンズ。そう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 、でそれでね、その28300と同じ仕事ができるんですよ、その Z9 につけると。でも24始まりっていうのがいいね、28始まりじゃなくて。そうそう、だからフルサイズで 24mm 始まりでしょ、これで28300は 28mm 始まりです。あ、 28mm 始まりでしょ、それちょっと差が大きいかもしれない。そうで、それで、うん、それでそれでね、じゃあ 300mm と 200mm の差があるじゃないかってなるじゃない、うん、だから28300は 300mm、 そこがクロップよ。じゃあそう、それが Z9 との組み合わせでね、もう超 ね便利ね、意味が変わるんですよ。そうね、
写りはどうなの？写りはね、もう F マウントの時と比べて、あ、僕はこれ率直にね、もう私の感想で言うとね、28-300を超えてます、これは。まあそう、そりゃそうか、今分かってて聞いた、うん、そうそう、で、うん、それでですね、まあそれでだってこれ K が違うからね。そう、でもさ、あ、でね、ニッパチ300より小さくない？これ小さい、小さい。それで、それでちょっともう一つ言いまして、これのねメリットってのはね、 24mm の超ワイドでの写りがすごくいいんです、うん、でそれでね、例えば今までの高倍率ズームっていうのはワイドは広く写るから、それはそれで仕事に使えたの、うん、でも歪む、そう、あと周辺の描写が今ポンチだよね。そうそう、だから歪曲収差があって直線が直線にピシッと 出にくいけど、うん、これはね結構いけるんですよ。いいね。そうだから24-200というのはね、これはね S ラインではないんだけどね、すごくいいよ。はい、はい、でそれで、それでですね、で昨日の仕事の場合は、まあ、24-200でね OK だということで、ね、これあれね、今気が付いたけど、フードつけてこうやって収納する時もフードが置きすぎなくていいね。そうそうそう、カメラバッグの中でかさばらない、これだと。そうで、それじゃメインの、ね、レンズは24-200でした、はい、でそれでだったらじゃあ、ね、だいたいね、このボディとこのレンズでほぼほぼ撮れるけど、これだけじゃね、うん、もしさ、カメラ落っことして壊したとかさ、レンズ転がして折れたとかさ、うんうん、時はどうするの？そう、それでね、ちょっと僕は今東京に住み始めて今数ヶ月なんですけどね、うん、地方にいる時はね、車だったかな、うん、Z9 の2台体制だったの、うんうんうん、とりあえず現場まで別に重たくないから、うんうん、でも昨日なんかは電車でね、バスと電車で現場に行ったわけね、うん、でそれでやっぱ Z9 1台をプラス Z9 もう1台っていうのは辛いじゃないですか。重たいもんね、はっきり言って ね、でそれで今回はね、うん、これこのカメラを持っていきました。これは何でしょう、当ててください。 ね皆さん何だと思います？この超小さい、ね、ちょっと持ってください。超小さい、この小さ、はい、はい、ね、小さいね。これだったら、はい、まあ昨日も使わなかったんでしょ、これ。これは使わなかったです、ね。使わなくてもこう辛くない荷物、うん、はい、はい、これです、ね。ストラップの色もね、あえてね変えてます。これもニコンって書いてある。うんうん、これはね、古いね。ニコンプロフェッショナルサービスのキルティングポーチですね。これは古い、うん、もうずいぶん前の。これはプロ向けだったの？そう、ニコンカメラ販売ぐらいの時代とか、まだ日本工学工業からニコンカメラ、そうね、これ販売してるやつ？これはね、プロサービスでね、プロに配ってた。ああ、うん、なんかうちにさ、これ20枚ぐらい新品があるやつ、あれは何？あれも一応いただき物を、あれはプロ用なの？はい、そう、プロ用。あれは売ってないやつなの？あれは売ってない。なんで新品が何十枚もあんの？それはね、こういう風に使うものだけ使って、ね、なるべくね、温存したの、新しくもらったの。あ、そう、はい、それは余談です。それでね、これね、これです。これは Z9 がもしも壊れた時、落っことしちゃうとかね。そう、自然故障というね、カメラバッグをね、車で引いちゃった人がいたよ、私の友達で。そうなの。そうなの。車でほら下ろすじゃない、車から、うんうんうん、で車の後ろかなんかに置いたら、運転手がバックしちゃって、うんうんうん、カメラバッグごと車で引いたっていうね。あら、そうなんだ。まあ、そういうこともあるからさ、うんうん、予備はね、そうそう、持ってかないと。そう、それでね、自然故障とか自分がね、もう本当に落っことしちゃうとかいうふうな時のための補助で、うんうん、でそれでね、これは Z6 だから積層型 CMOS センサーじゃないけど、そういう意味だから、もしも Z9 が壊れた時にまず映ってくる。ほぼほぼ壊れないものね。うん、でそのための Z6、 それでこれ、うん、でこれね、うん、これはカードがさ、ね、CF エクスプレスもしくは XQD と SD カード、うん、ちょっとこれかけてるね、かけてるけど中身大丈夫だよ、うん、ね、これね XQD が入ってる、うんうんうん、でこれもう一枚は SD カード、あ、はい、はい、SD カードが、はい、ね、はい、映ってますね。でそれで SD カードと、ね、はい、両方前常にカードは補助ボディには入れています。はい、ね、それとちょっとこれね、まあまあ、じゃあこれがじゃあ Z6II で、それでもしもね壊すって言ったらさ、うん、カメラボディだけではなくてレンズだってさ、まあそうね、自分のミスで、なんかさ、よく落としてレンズが真っ二つに折れるって時々聞いたよね。最近聞かないけどね。そうで、それでいいですか、で Z6 がこれが予備ボディね、予備のボディ、はい、それで予備のレンズを僕は必ず持っていきます。はい、で昨日はですね24-200を持って行ってたんですけど、果たしてじゃあ皆さん、これ補助は何が入ってるでしょうか。私だったら単焦点持っていくな。
だってほぼほぼ壊れないもの普通に使ってれば、うん、メインのレンズ、うん、でもね僕の場合にはね、あのフォーバリズームをぶつけた時に光軸がずれてしまうってこともあり得るので、うんうんうん、それでまあ一応昨日の場合は、うん、まあ一応修学旅行ではないので、まあ、短い時間だし、うん、双方壊すことはなかったないと思ったんだけど、うんうん、念のため集合写真も撮らないといけないじゃないですか、うんうん、ね、それで集合写真が撮れなかったらいけないので、うん、だから24200のあそうか50とか持ってったらもし引きのないとこで撮らなきゃいけない場合 うぐぐってなるもんね。そうで、うん、だからね昨日持って行ったのはね、あズームズームなんです。じゃん、あはい24120、あれでもさこれだったらぶっちゃけこっちがメインでもいいね。そうそうそうだよ、だからこれはメインにもなりうるんですよ。ねえメインで、うん、迷うわね。そうだって映りはこっちの方が若干いいんじゃない。うんそうだね、あの S ラインですからねやっぱね S ライン、うんねね、あれ大きさはどうなんだろうちょっとね持たせてください、はい、あれほぼほぼ一緒じゃないこれ。まあ大体一緒かな、まあまあグラム数は分かんないけれども手に持った感じは一緒。一緒だね、ちょっと大きさが違うぐらいかな、うんうん、そうですね。ちょっとカメラに近すぎてか、うん、今日ね立って収録してるからね。そうはい、そう、はい、OK いいと思う。で24120ね、はい、うん、それでそういったその今まあ、今回はだからレンズは2本持ってきました。はい。あと何が入ってるんですか。はい。キャップはないよ。あ、キャップはさっき外した。はい。はい、じゃあキャップ、ね。はい、キャップも押してください、ね。で、これはまあ、ね、ケースもうちょっと。ケースね。これはあ、これもニコンだった。そう。こだわってるね。うん、これもね。これは何？これもね、ニコンのプロサービスで昔配ってたの。へー、これ何個持ってんの？これはちょっとわからない。数えられないの？ちょっとよくわからない。あのね、この当時はね、フォープロフェッショナルって書いてあるんですよ。うん、あでもう一個見せて。こっちのグレーのやつも書いてあったよ。でもこれはプロフェッショナルサービスだ。でね、プロフェッショナルサービスはね、うん、ニコンプロフェッショナルサービスで縦に見てみんなね、 NPS、 うん、あなるほどね。そう NPS はですね、ニコンプロフェッショナルサービスの略称なんですね、うんうんうん、でそれ昔はこういうふうにニコンプロフェッショナルサービスっていうふうにね、ね、CPS と一緒だね。そうそうそう、あったんだけど、多分ね、はい、こういうのをさやっぱり転売しちゃう人も、うん、まあ中にはいた。ちょっとこれ言っていいかどうか分かんないけどさ、うん、いたんじゃないので、だからいたよ、ね多分ね、だから一応ね、あのそういったもうプロフェッショナルサービスっていうのを入れずに、一時的にはニコン4プロフェッショナルっていうのが入ったものを配ってたんですね。へえ、うん、でこれはなんかレンズ用のポーチ、なるほどね、ですね。はいはい、次、はい、で次はこれです。ブロアね、ちょっとこれね大きめだったんで、本当はねこんな大きいの持ってきたくなかったんだけど、もしもイメージセンサーに、うん、フフって吹いたら取れる糸ゴミがついた時に助かるでしょ。そうね、あのやっぱり糸ゴミがひょろひょろってね、あのイメージセンサーについてるともうそれでね台無しになっちゃうんで、うん、だから一応念のための切り替え、私ね念のためのブロア、すごいおすすめブロアがあるの。はいはいはい、こう押してもねここがブレなくてここにフィルターがついてるやつ、うんうん、今度紹介するブロアね、これよりいいよ。うん、まあいいや、はい、じゃあそれはじゃあまたじゃあまた今度教えてくださいで、はい、これはキャップね、さっきのキャップ24200のキャップ。じゃああと何が入ってるかな、何が入っていますか教えてください。はい、はい、あとですね、はい、ちょっとこのポケットには何も入ってないな。であとはやっぱりこれだ、そうださっきこの2台のカメラには両方ともカードが入ってるのね、もうすでに、うん、そう、それカード予備カードの予備もある。そうだから昨日は修学旅行とかの長丁場じゃないので、うん、足りるわね。もしもカードのトラブルがあったっていう時にはね、一応さ、うん、あの CF エクスプレスの予備も一応持っていくんですけど、昨日はもう短い時間だったので、うん、一応これ、ね、念のためってことで XQD が1枚、うんうん、はい、だってこっちのサブえなんだよ、うん、6-2 にもさ、うん、カード入ってるからそれがもう予備だからね。そうそうそう、まあ、これはまあなくても、うん、大丈夫だね。そうそう、あ、はい、でちょっと待って、このカードケースの紹介、でこれ衝撃に強いの、これはね白馬の製品なんですけど、うん、あのちょうどね CF エクスプレスとね XQD カードがねすっぽりね収まるところが6箇所あって、うん、6枚入るんです、うん、でそれでねちょっとこれね、分厚いからかさばるという考え方もあると思うけど、それは置いといて、うん、あの一応これね防水になっていて、もしも水に落としても大丈夫、うん、であとまあ6枚、ね、入る、うん、でそれでじゃあ僕はじゃあなぜこれを買ったかというのは、うん、Z9 を複数台仕事用にしたじゃないですか、うん、ということは、うん、SD カードは僕は使わなくてもいい、
仕事のいらないね。そうだから同じですね、あの CF エクスプレスか、うん、もしくは XQD と同じサイズだからね、うん、それが6枚入るものをネットで購入しました。うん、そうなんだ。はい、でだから私のやつね、もっとスリムですごいいいよ、軽くて、うん、じゃあそれはまた今度また紹介する。あとね、これさ、カードを、あれこれって昨日じゃないや、例えば修学旅行とか行った場合、うん、これ札積みかどうか分かんなくなったりしない？うん、そしたらこれを裏返す。そあ、またちょっと今なんか裏に書いてあるかもしれない。今それ言おうと思ったのにさ、言われた。そうで、札積みはこうやって裏返して収納します。そう、撮影積みはね、うん、これ私ね、誰かに教えてもらったんだけど、うん、何年か前に、あ、すごく賢いなと思って、うん、そう、そういう風にね、見分けができる、うん、見分けです。これが新品のカードです。もうフォーマットもして持ち出してるからすぐ使えるカード、うん、これはこういう風になってたらね、これは大切なカードですよっていう。そう、皆さんもそういうね、使い方をね、もうすでになさってる方もいらっしゃると思うけど、ほぼほぼみんな知ってると思うけど、うん、一応ね、うん、一応ね、はい、あの次、はい、でそれであとですね、うん、まあ、ちょっとこれより先に絶対に必要なもの、はいはい、ね、また NPS って書いてあるオタクだね。結構ね、僕すごいね、プログッズ好きですからね。もうぶっちゃけ言いますよ、もうニコさんもうプログッズ大好きです。はい、はい、それでプログッズコレクターか。そうですね。ストラップは何本持ってるんですか？ストラップは分かりません数えきれませんはい、はい、でそれでこれはあのね、予備電池が入っていて、はい、バッテリーケースなんです、これ NPS の。でこれね、バッと開けるとすごいね、ね、ここにミオも持ってったの昨日。そう、絶対こんなにいらないよね。はい、これ2本入ってます。はい、でそれでね、これね、今から言うところはミソですよ、うん、これね、うん、これね、ちょっと一つ持ってってください。はい、あの持ってそれでこれね、うん、ここは実はこのニコンのね、あのこれね Z9 用の電池で ENEL18D という電池なんですけど、うん、これあ、まあ、一番新しいやつですか、うん、でこれはまあそう新しいやつ、これはあの Z9 だって、これもさグレーとかもいろんな種類あったよね。そう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 、だから、だってさ D3 とかと一緒なんでしょ。ね、これ厳密に言うとね、 D3 の時は形はそっくりなんだけど、うん、互換性はないの。あ、そうなんだ。そう D4 以降、D4 以降 Z9 までが互換性がある、うん、D3 とね、うん、あのね、なんか同じような形だった気がするんだけど、そう一緒、同じような形なのに実はね互換性の、このサイズも一緒なの。それでね、ここのね接点も D3 は上にあったの。あ、ちょっとサイズデザイン違うんだ。そうだから互換性ね。じゃあそれは間違えて突っ込まないように少しデザイン変えたんだね。そうそう、でそれ、そう、それでね、今私が今ごめん、ね、説明しようと思ったのは、うん、ここのね、これとね、これカバーがね、これがね実は外れるのね、うん、別売りだよね。そうだからこの電池だけ買っちゃうとこの状態で売ってるのよ、うん、でそれでじゃあなぜ僕はこれね今言ったかっていうと、これをね、これは BL7 というね Z9 のアクセサリー、 BL7 ね、型番がスラッと出てくるのすごいね僕 BL7 だよで、これでもこれじゃあ日本語でなんて言うの。これはバッテリー室カバー、合ってる、うん、電池室カバーじゃない、うん、まあ電池室カバーかな、まあいいか、うん、でそれでこれをこれはですね、僕、うん、もうこの個数分ちょっと1個厳密に言うと1個足りないのね。足りない、あのこれがね大体7個か8個か9個ぐらいちょっとよくわからないあるけど、あって1個分足りないね。そうでこれね、皆さんこれ買われとくとね、自分が持ってる補助電池分買われとくと、こういうふうにつけっぱなしにするとね、ボディにすぐに差し替えられるもんね。そうそう、こうやってさ、これ抜いてこれをいや、こうやって抜いてまた新しいのをセットしてまた入れるってちょっと手間じゃない。そうだから、じゃなくてこれサッと抜いてサッとこうね、うんうん、すぐできるから。そう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 、うん、そうだからそれでね BL7 をいっぱい持ってるんですよね。これでもなんかね、この間その1個足らないから買おうと思って、うん、調べたら意外と高くてやめた。そうそうなんですよ、だから意外とね値上げしたのかな。いや、あんま、まあ、値上げはしてないと思うけど、まあ、でもまあ3000円ぐらいしますね。なんかね、うん、まあ、でも電池、まあ、普通は電池予備電池1個とかなんだと思うので、うん、1個買っとくといいね。そうだからこのようにね全部につけてるとすごく便利ですよ。はい、はい、便利です。でだから予備電池が2個、はい、はい、でだからで、うん、でそれボディに入ってる分合わせて3個。これさ、私言っていい、私発見したんだけど、はい、じゃあ、うん、この電池ね、使用済みか使用済みじゃないかってどこで見分ける？それは僕の場合には、うん、これを外しちゃうのよ。
あ、ケース？もう使ったもの。あ、このカバーをね。そうそう。で、それとあとはこれを、ね、これを出しっぱなしする。それを私が教えたのに、なんで言っちゃうの？まあじゃあ直子さんに説明してくださいよ。それは私はだからここのつまみがこういうふうに縦になってると使用済みっていうふうにしてます。この寝か、ちょっと映る、映ってない？うん、この寝かせてある状態だと新品。でこれが使用済み。ちょっと分かりました。分かる。そう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 。ここ角度ぐるーっと回して。ね、だってこれが寝かしてあると、うん、あの充電済みでこれから使えるよと、うん、で使用済みはこういうふうに取っ手を出すのね、うんうん、これが取っ手がね出し入れできるんですね、これがね、ね、これがね、そうね、はい、そういうふうにしてます、はい、まあカバーを取るっていうのでもいいね、というのもさあごめんね悪気はない、あこれ病気にすごい困って、これはつまみがないじゃない、だからこれはカバーを取る方法を今のところやってる、でもうん、あの EN-EL15 のことね、うん、はい、うん、あのだから Z6 用の電池、 Z6 の電池ね、それの使用済みと新品のあれが難しいね、はい、でそれで、ね、それでこの予備電池の中にね、まだあるよ、中入ってる、うん、それはね、今回は、ね、うん、バッテリーの形が違う Z6 を持っていったので、あ、なるほど、ね、念のため壊れたカメラの、ね、予備電池を持っていかない、2個も入ってる、そうで、だからね、僕がこのこれ一個でいい、いやいや、だからね、僕はね、電池が同じ方が助かるって、うん、って思ってるの、そうだね、そう、まあでもこれは一応予備の電池がメインになった時のための2個です、うん、2個入ってる、すごいね、これ一個でいいよ、これ一個でいいし、 Z9 のバッテリーの予備も一個でいいよ、うん、あでもね、例えばちょっと軽くなるよ、カバー、そう、でも自分のポリシー教えて、うん、あの言うよ、うん、ポリシー言うと、うん、USB 給電の道具を昨日持って行ってなかったので、うん、だから一応予備電池の個数を持って行って保険を、 USB 給電もいらないよ、うん、まあだけど、まあ、昨日はさ、昨日の、あ、内容だと、うん、昨日はね、どのような撮影だったかというと、あのね、その撮影の現場に9時24分に着いて、大体その小学生がそこでやってくるわけですよ、駅にね、それでそこで公園に、まあ、遠足 その目的の公園に行って、で大体2時、2時前に帰るという、そういう工程だったので、うん、だからまあ電池はここら辺までの数で十分かなというふうに想定、十分すぎるね、これさ、このベルクロの色が赤と黒ってなかなか考えられてるね、うん、そう、これはね、これこそ使用済み使用前みたいな、そう、使い分かったができるから、ニコンそうしてるんだろうね、そう、だからニコンさんこれね、プロ用でも今もう売ってないんだけど、ぜひね、もう一般用でね出してもらうとね喜ばれると思います、これ、でもこれかさばるよ、このポーチ、うん、まあだけどこれが欲しい人もいるから、うん、そうね、そう、これがじゃあここ Z9 の電池しまっとく、うん、はい、そうですね、で Z9 の電池、はい、じゃあ入れて、はい、これかけ経費、あるある、蓋はもう下に押して、はい、それで、はい、でこれを入れて、これを入れて、で使用の、意外と重いよこれ。そうで他にまだ入ってるよ。はい、見せて見せて。何入ってるの？あそこに中入ってる黒いの何？うん、これは使わないという前提だったけど、一応これはリモートコード。ちょっとこれ今ね分かりにくいからこれ外すよ。あちょっと、え、うん、外さない。これを下ろそう。うん、はい、これはね MC30 というリモートコードでね。でこれはちょっと Z9 のボディを貸してください。はい、でこれ MC30 というリモートコード、これまあ昔言うとレディーズの、レディーズの悪いけど昨日三脚持っててないのになんでそれ持ってたの、いやだから、まあ、一応これはバッグの中にいつも入ってる、うん、あ入ってるのね、そうです、それでこれはここの10ピンターミナルに挿します、で、はい、でじゃあちょっとこれ支えてください、カメラのボディで、まあ、つけるマネーだけするよ、でこれをあ皆さん知ってます、このゴムのキャップここ邪魔っけじゃないですか、これもうちょっとひねあごめんなさい、うん、こちょっとさ入れようとした時にこれがさビュー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 になって邪魔じゃない、これね実は回転するんですよ、これビーってここの根元から回転するようにできてて、そしたらほらここに固定されるのでもう邪魔っ気じゃない、あーなるほどね、僕はそれやってなかったからね、いつもこのカプッとこう暗いとこでやる時にさ、うん、これがじゃあの指にまとわりついてさ、うん、あそれはいいね、確かに、うん、あの単純なことだけど知らなかったらちょっと硬いけどね、うん、このまんまねやっちゃったら蓋がこうかぶさってこうピッてやりながらさ、そう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 、はめないといけない、でこれはこの10ピンターミナルで、この白い点があるからね、白い点を隠しちゃうとさ、そうでここではめてこれでギュッとギュッと、でだからねこれね
あのちょっとこれ話が長くなるよ。これやこれね、いや、中身なのに、ものすごいになりそう。これね、10ピンターミナル用のこれもので、僕ずっとね、これ Z9 だけだったからよかったのよ。うん、でも今回みたいに Z6 を持っていっている場合には、ピンが違うね。ピンが違う。だからね、Z8 はいいのよ。うん、なるほどね。そうだね。Z8 はもしも予備用で持っていった時はこの10ピンターミナルが使える。だからそういった意味でね、うん、皆さんね、 Z8 と Z9 はね、そういったねアクセサリーもね共用できるというところがね、カードも共用できるしね。そうだからね、やっぱりね Z6 と一緒に持っていくとね、あのこれ用のあれこれや、ね、その Z6 用のこれがないとダメなね、そうね。そうだからちょっとこの辺のアクセサリーがね共通じゃないのはちょっと仕方がない。まあでも壊れた時はだからめったに壊れないから、うん、まあとりあえず良いでしょう。はい、はい、次見て。それであと次はですね、ここも何も入ってないの、うん、入ってない入ってない入ってない。であとはストロボ、はいです。はい、ストロボはですね、日清のマシンガンストロボ MG80 というのを持っていってまして、これもね、もしも壊れた時のために同じものをもう一個持っていってます。うんうんうん、ね、これ2つ2つ、はい、これ2つね。はい、そう、それでこれはですね、あのね、ちょっとこれ細かいこと言うよ。あの24200なので、ね、うん、ワイドパネルはいらないと思うでしょう。うん、あのね、なあの結構近距離で撮った時にね光が回らなくなっちゃうというのは 35mm の照射角なんですよこれ。うん、そうね。でこのワイドパネルをつけてなかったら、うん、でこのワイドパネルが付属してるんで、これをね常に、まあ、一応つけっぱなしで、もうずっとつけっぱなしなのね。そうで、だからちょっと、まあ、光量はちょっと落ちるけど、あ、そうだから光量が必要な場合、特にちょっと距離が離した集合写真の場合はこれパッと外すの瞬間的にね、うん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 、これ外してあの使うと、うん、でだけどやっぱ近距離でスナップを撮るときはこのねワイドパネルが若干回るかな、使った方が回りやすいので気持ちね。で、はい、でこれね、でこれが単三電池が4本入るタイプで、はい、今これはですね日清さんがおすすめのリチウムイオン電池が入ってます。このリチウムイオン電池だと発光回数も多いしね、結構まああのリサイクルタイム、充電するタイムも短くて済む。うん、でだからこれ同じものをですね、あの両方に入れてます。で、はい、でまずこれね、でこのストロボではですね、あの結構ね連続撮影枚数が多くて、発光部が熱くなってもね簡単に止まらないんですよ。うんうん、だからそういった意味で学校写真とか報道写真にはいいなっていうふうに僕は思ってます。私のプロフォトもおすすめよ。そうね、プロフォトもね、いいよね。 X かな、うん、また今度それは、うん、また今度ねプロフォトね、はい、でまあまあ僕はその日清のマシンガンストロボを使ってます、はい、それであとそれのですね予備電池、はいね、予備電池はすごいね、あの、まあ、一応昨日はね短い時間でもね何があるか分かんないんで、一応これ、うん、すごいね、リチウムイオン電池、お、しかも8本も、これは普通のエネループだね、うん、そう、これ 4本で、あとは普通のエネループを4本、はい、これはあのね、な、万が一用ね、そう、予備用の電池。なるほど、結構ねストロボを焚きながらね仕事をするんですよ、ほとんど、うん、あの日中シンクロ、そうね、学校写真はそれが多いね。そう、それであとは、あとはそうね、 あとこれか、ちょっとはい、これおやつだ、これちょっと柿の種、うん、ちょっと柿の種なんですけど、ちょっと柿の、ちょ、まあ、ちょっとこれは昨日はたまたま柿の種だった、食べなかったのね、食べなかった。それであとはアメちゃんね、アメですね、これはちょっとまあ糖分がね、あのちょっと動き回る、ちょっと小腹が空いた時にね、あんまりゆっくりお弁当食べたりできないから、そう、どうしても ね、お弁当の時間とかはね撮影タイムだからね、そうね、そうで、それであとはね、これ、これが大感じです、はい、腕章ね、そう、撮影腕章、あの仕事で撮らせてもらってますよってことが分かるということを客観的に、あともう一つはあのー、ね、生徒さんにも当然分かるよね、子供たちも見てすぐ分かるからね、そうそう、でないとどこのおっさんが撮ってんだって話になるからね、うん、そうだね、うん、でも皆さん、でもあれですよ、あのワンポイントアドバイスですけどね、やっぱ朝のね、あのね、児童の皆さんに出会った時の挨拶が肝心でね、やっぱりそこら辺をねきちんとあのご挨拶をして、であとこれ、うん、私汗かきなので、めっちゃ汗かきだね、うん、そう、今手汗もかいてますけど、なんか機材がどんどん濡れていくでこれがあの汗拭きで、まあ、はい、これはまあ新しい分ですけど、はい、これ綺麗なのね、はい、昨日使ったやつじゃないの、はい、そうそう、であとこれはまあ今ねコロナがもうねだいぶあのね落ち着いてきたけど、まあ、とりあえず、ね、念のためマスクが必要なシーンがあるとはい、ね、いけないので、うん、マスクが入ってます。これは布製のマスクですね。はい。はい、そんなところかな、全部でな。はい。昨日の仕事に関しては、こんだけです。そんなところ、このカバン自体持っていい？はい。あ、まあ、めちゃくちゃ軽くはないけど、うん、めちゃくちゃ重くもない。かかってみようか。そうだね、重さ。うん。そうそうそう。うん、重さをね、このバッグがどのぐらいの。そのさ、機材を入れた時の重さと、両方測ってみようか。そうですね。はい。いつものはが、
ちょっとそれ測ってみてください。それ測りを持ってきました。それ何キロぐらいまで測れるの？ちょっとわかんない。測るよ、はい、ここでやるか、はい、1.26 1.26 キロ。ちょっと重たいね。ちょっと重たいカバンだね。私のカバンはもっと軽いよ。まあいいや、うん、意外とね、はい、軽そうに思うんだけど1キロ超える。じゃあ全部、あ、じゃあさ、バッグの中身をテーブルの上に並べてみようか。うん、そうそうそう、そうしよう、うん、まあちょっとこの辺はまあ、見切れてもいいよね。で、うん、なるべくカメラは見切れないでしょ。はいはい。これさ、なんとか巻きってなるでしょ、こうやって。あ、オリンピック巻き教えてあげたら。オリンピック巻きってのはね、皆さんね、これはニコンのサービスデポでやるんですけどね。サービスデポって何ですか？オリンピックなどのスポーツの会場で、もしもカメラが壊れた時にプロカメラマンにですね対応できる窓口。うーん、でそこでですね、貸し出し機材にやってある方法なんですけど、うん、これね、ストラップをこういう風にまず引っ張って、でこう伸ばして、うん、でカメラに巻きつけます。それでね止めるんだけど、ちょっとこれ間違ったな。でこれはね、こうだ、うん、こうね、こういうふうにグリップの方から巻いて、それで後ろね、後ろでこう止めるんですけど、ここのね、上の細い紐のところに太いね、幅広の部分をこうやって斜めに入れるんですよ。でそれでこういうふうにして、貸し出し機材を整理する。まじごめん、聞いてなかった。はい、最初こう？いや、これはね、こう、そうじゃない、こう、違う。え？ね、これはいい？これを。私やりたい。待って、これこうだよ。こう。後ろから回して前に来て。そう。でこの細いところがこのグリップの下に来るようにして、でこうしてここで止まる。ちょっとやらして。はい。はい、皆さん見えるんです。見えますか？はい。こう下から回して上、あ、ここ、あ、そうか、グリップのこのくぼみの下にこれが行くようにするんだ。そうそうそう、こうやって。そう。でこうして、で後ろ見えるようにして、そうで後ろを細いところの紐のとこに、もうファインなところもいい、もうこの辺でギュッと、この辺で、そう、なんかこのさ、スロープベタベタしてる気がするんだけど。大丈夫大丈夫、はい、汗じゃない。大丈夫だよ、はい、で、はい、でこれがオリンピック巻きです。へえ、うん、綺麗に見えるでしょ。うん、うん、ね、はい。でこのタオルとマスクと、うん、レンズ2本とこんなもん、見えてるかな。そう、ちょっと見切れてるね。これが、上がちょっと見切れてる、はい、見切れてる、はい、カバンのすべてです。じゃあこれ全部カバンに戻して、うん、カバンの重さを測ってみましょう。そう、はい、はい、じゃあ、はい、じゃあちょっと急ぐよ。はい、ちょっとね、もう時間も随分、そうだよ、まあ、でこれはもういちいちもう袋でも入れるの、はい、急いで、うん、だって撤収も早くしなきゃいけないからね、はいはい、こういうのも早くできるようにならないと。はい、はい、でこれね、まあ、元に戻しますか、ね、うん、はいはい、入れて、はい、じゃあここのここにバッグを置きましょう、はい、置いて、急いで、さら早く撤収しなきゃいけない、急いで、はい、でこれをエアコンに入れる。あとストロボはこのサイドポケットに入れる。あれ？これあれじゃん。電池どこ入れちゃった？電池はここが入れ。あ、電池ここなんだ。電池はね、違うところ。で、ここがサイドポケット。はい。はい。入った？で、電池は、うん、もうここでいい。レディースなんか内ポケットだったね。うん、そうそう。はい、で、それで。急げ急げ。そう、それで蓋をします。ほら、バスが出発しちゃうよ。はい。はい。よし。待って。測ります。はい。よし。なんか ストラップで手がベタベタするんこれ測れるかな。え、ちょっと待って、あ、もう一回ゼロ、もう一回チェック、ゼロになってます。 1.25 キロだったかな。7.4 7.4 7.4 7.48。 このトイレ7キロあるよ。 7.5 キロね、え、重たいね。だからね、やっぱり Z9 しょうがないね。電池がちょっと多すぎるじゃないかな。まあだけどそれは僕のポリシーなので、まあね、うんうん、とりあえず、まあ、1台のレンズとカメラは常にこうカバンから出してるから、常にこれを、うん、ね、あのね、ついてるわけじゃないからね。あのね、奈子さんね、うん、これはね、自分のミスなんだよね。
の話ね、うんうん、あのバッテリーね個数分持っていってるそのがね未充電だったことがあったんだよ。私もやったことある。そうだからそういうねのがトラウマになっていて、もうあのね、それは人のせいじゃなくて自分のせいなんで、うん、だからねバッテリーはね絶対重いに持ってくる。なるほどね、うん、であと記録メディアもダメになったことがあるんで現場で、うん、でそれとあとねこれは ねちなみにダメになったのってどこのメーカーだったの。それはあのダメになったってのはねまあ別にあれよ言っていいのかな、別にあの特にそこの会社が悪いわけじゃないけどサンディスクだって。ああ、うん、何それは CS エクスプレスじゃないよね。あそれはねコンパクトフラッシュの時代。うん、うん、だから古い時代。まあでもぶっちゃけサンディスクのコンパクトフラッシュはめちゃくちゃ私いいと思う。そうだから全然今皆さんこれね誤解を招く動画になっちゃうんでサンディスクさんがいけないわけじゃなくて、うん、たまたま全然いい子だと思うよ。でそれまあちょっとそれ僕今話をしたかったこと人だった、はい、あのね結局そのあのねカードがなんかさこれいや待って絵がつまんない、うん、話をさせて。じゃあこれ中出そう。あじゃあいいよはい、うん、じゃあ中のじゃあ Z9 を出す。分かった。じゃあおしゃべりしてて、うん、ね結局そのカードがダメになったではなくてあの、うん、カードの中に消し忘れのねあのねあ画像があって、あそれで直子さんこれ聞いてください最後まで。でそれでねあの大量にスナップを取らないといけない仕事でその日の仕事が、うんうん、でねもう撮影始めちゃったんですよそのカードで。ああ残数が少ないのにそこに撮っちゃったんだ。そうで遠足の仕事で、うん、でそれうわーあと残数少なくなってるわーって時に困ったことがあって。あそれあそれってカードが壊れたんじゃないんじゃん。ええー、だからそれは別の話。あ別の話か、うん、でそれでね、うん、あの自分のねそれミスだったんですけどね、うん、あのそういうことがあったのでだからカードは余分めに持っていくのが僕のあのポリシーなんですね。なるほどね。はいはい。あなんかもう40分になりましたよ今日。やばい。そういうことねえなんかまたなんか40分動画になっちゃったよあれあのなんかでもちょっと今日はあの学校写真ね学校写真にとか報道写真で、うん、まあ、 あのコーバレスズームで、ねうん、仕事の道具を揃えたと、ね、頭入ってるの。 はい、あなたこう言葉恥ずかしいあのだから今日はこれあちょっとレンズを見せてレンズもね、レンズもはいはいそうですね。これであの今回は仕事をしました。はい。またですねあの仕事内容によってですね細かいアクセサリーも違ったりとかするのでねあのまたそれはですねまた日を改めてご紹介をさせていただくということと、あと今日直子さんにまあ契約になってもらったんですけど直子さんがね今日なんか言ってましたよね、あのブロワーが、うん、面白いのがあるとか、あるある。でそういうのもなんか私たちまあねあの当たり前にもう全然そのものを普通に使ってるってものが意外とねあの参考にねしていただける場合も考えられるんで ね、はい、それまたあのやりましょう。はい、はい、じゃあ今日もですね、うん、なんか長いなんか動画になっちゃったんですけどねあのこれねニコンのオリンピック巻きですよ。オリンピック巻きオリンピック巻き。オリンピック巻きって誰がつけてたんですか。僕が使った。え待ってえそれニコンが公式に発表してる。あのねちょっとこれね全然ニコンさんのには関係ないよ。あのたまたまニコンルーモアさんってあるじゃないですか。ある。ね、ニコンルーモアさんにね、うん、あのなんかオリンピックでニコンが用意しているサービスデポ、うん、サービスセンターねサービスコーナーの写真があったのよ、うん、それがあのあぶっちゃけキャノンもこうやって巻いてると思う。そうで そうそれでねこういう風になった時かっこいいなと思って僕はオリンピックのサービスデポでねこういうのニコンさんしてたんで僕は勝手にオリンピック巻きってあのニコン巻きはちょっと違いますよ。ニコン巻きってのはねニコン巻きはまた別の話だよね。そうそうそれはまた別に。そうそううん、でもこれほら、はい、今直子さんが綺麗になってくれたけどすごくかっこいいでしょこの巻き方。うんね、これでやったらなんとなくさきちんと整理整頓してるって感じじゃないですか。いつもしてないからね。はいはい。だって私今日びっくりした。だってレンズが一本一本ポーチに入ってたじゃない。はいはい。この人ねいつもね一個一個ポーチに入れてないからね私すごくおもちゃ箱みたいに今のこの仕切りのないカバンにおもちゃ箱みたいにレンズが直接入ってるんですよ。こうやってこうやってこうやってこれはダメだと思うバランスけどね。まあでも、まあ、だからねレンズの周りに傷がつくってね。そうはい、それだからもうだってこうやっておもちゃ箱みたいに入ってマジですよこれ皆さんこれ85の 1.2 とか高いレンズも超えるからね高い安い関係なしにね
今日はさ全部ポーチに入ってるから、ポーチはってこのポーチとか全然使ってない、ピンとしてるもんね、ピンまあということでお後がよろしいようですね。もう終わらせようね、終わり。なんかもう赤山衆の、ね、実態が、ね、どんどんバレてきます、この動画をね、あの作れば作るほど、はい、まあまあ、こんな内容でございますが、はい、どうか皆さん、あのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん、じゃあさようなら。さようなら、ありがとうございます。今度私のカバンもやるんで見てください。はい、じゃあ失礼します、はい、ありがとうございました。はい。